はい、毎度ウォーキングクソシバでございます。本日はですね、よくある質問に答えてみようのコーナーです。イエーイ。ということでね、今日はですね、プロテインは何がいいですかっていう質問よくいただくんですけどね、僕が言いましたね、何でもいいと思います。あんま変わらん、あんまり変わらん、そんなね、変わるもんじゃないんですよ。例えばまあ、ホエーと何かとかやったら変わるかもしれない。同じホエー同士だとそんなに変わらない、そんなに、っていうか体感で変わらないですね。もうあっちのホエー飲んだからみるみるカタ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 、そんなんないから、ない。だからじゃあなんで海外産、海外のプロテインがいいと言われているのかというのをね、クソチバなりに検証したいと思います。まずね、売れるからです。ここ大事よ、売れるから。あのね、同じプロテイン作ってもね、日本っていうのはマーケットがね、非常に小さい、ね、ヒットネスしてる人口が少ないから。だからね、同じものを作ったとしても売れないんです。売れへんからね、まずお金がね、かかるんですよ。やっぱ大量生産できへんし、しかも自分のところで工場持てないじゃないですか、売れへんから。売れへんのに工場の出資なんかしたらもう赤字で、ああもう無理です、もう無理ですってなるから、うん、だから海外のね、マーケットがでかいから、自社で作れるんですよ。自社でね、自分の工場で作ることができる。なら、やっぱり値段の割に、値段を安くしていって、質を高めていける。日本の場合は、もう、誰々プロデュースとか、何やに監修とかいうのは全部委託で作ってるから、まあ、どっちかですよね。クソ安いプロテインを作るか、その、プレミアムな、何々監修みたいなのを委託して作るか、どっちにしてもね、中抜きされてるからね、海外のに比べたら、やっぱりね、高い。質と何？質に対しての値段が高いんかな。で、あとまあ、大手ね。大手3社ぐらいあるのかな？大手3社。まあ、そこはね、自社で持ってるけど、そんなに力を入れてないよね。やっぱりマーケットが小さいから。売れへんから。そんなにやってないよ。結局、プロテインなんてものはさ、例えばさ、味付けみたいなもんでさ、なんか入れてみて、なんか入れてみて、なんか入れてみてって、独自開発っていうのはないから、何々のフレーバーと何々の何々、何々って足していった、足し算引き算みたいなもんやからね。そんなにね、どこのあれを飲んでも変わらない。ただ、プレミアムでなんかが、付加価値がついてるかついてないか、で、それに対する値段はどうかっていう、自分の中でね、決めたらいいと思います。あんまりなんやかんやいっぱい入ってるものは、一日に取りすぎると、他のものも取りすぎるから、それはちょっと注意かな。結局はオートゾックスのさ、やつが一番いいのかなって僕は思ってます。はい。ということで、クソシバプロテインね、何がいいかって聞かれて、何の答えも出さずに、屁理屈を言ってみたのコーナーでした。本日もありがとうございました。